上永昭夫、上永昭夫、上永昭夫、1936年12月22日から1993年3月21日は、日本の柔道家、行動館9段。全日本選手権大会を3度制し、井野熊井沙夫と共に1960年初頭に、新著時代を築いた。柔道競技が初めて採用された1964年の、 東京オリンピックでは、無差別級に出場するも、決勝戦で、オランダのアントン・ヘイシンクに敗れて、銀メダルに終わった。宮城県仙台市出身、東北高校在学中に柔道を始めた、柔道のトップ選手としてはかなり遅い部類であるが、恵まれた体格のため、短期間で格段の進歩を遂げる。東北高校在学3年の時、進められて、 報道官で、商談試験を受け、そこで十九人抜きの快挙を成して、即日三段の認定を受けた。これは当時としては破格の扱いであった。上永は三段を取得した後すぐに帰郷はせずに、生きようようと明治大学の柔道部の稽古に参加。そこで、同大学の柔道部員に立っていられないほど軽々と、投げられてしまう。明治の強さに感銘を受けた上永は、 明治大学への進学を決心した。上長は寮を探すが、寮長が、うちで、やる気があるかとのストレートな問いに、やります。と答え、寮に入れてもらうことになる。当時は食事も貧しく、麦米飯に汁をかけ、冷たくなったら、食べられる白物ではなかったと言われているが、寮長を含め同じ食事で皆苦しい時代を共に、分かち合う態度に、上長は学ぶものが多かった後に語っている。 明治大学入学後は、寮、と言っても、当時孤児の世話をする寮であった生活をし、朝早くから子供たちの食事の世話をした後、大学へ通い講義を受け、また帰宅して、寮の孤児たちの世話をし、すぐさま行動間の練習に通うという厳しい、スケジュールを自らに課していた。練習の帰りは、石焼き芋を頬張りながら、寮に帰る、というエピソードが残されている。 高校から柔道を始めた神長は練習の虫であった。肝心の大学の講義中は居眠りをしていたが、試験直前は持ち前の集中力で乗り切った、と本人は語っている。明治大学卒業後、神長には各所から誘いがあった。柔道の専門である行動官や警視庁、しかし神長は明大の先輩である、根工事を慕っており、曽根に 富士製鉄、現、新日鉄住金を勧められ、渡りに船とばかりに就職する。神長にとって、ソネは、憧れの先輩であっただけでなく、社会人としても尊敬する存在であった。当時の富士製鉄は神長によればフランクに意見の言い合えるムードがあり、かつ、それぞれが意欲的に働いているように見えていた。逸話として、柔道の東西対抗戦があり、副賞が、 神長、首相が曽根、それまで20から30人の先方、時報、中堅がいる新幹線の車内で、曽根は、まさか自分に回ってこないだろうな、それまでに勝敗がついているだろうなと一人落ちた。副将の神長は、任せてください。必ず自分で決着をつけますと受け合ってしまったが、実際に試合が始まってみると、神長は5人抜きをしなければならなかった。 先輩のソネはすでに柔道を引退して月日が経っており、先輩に恥をかかすことはできない。そう思った上長は視力を尽くして五人抜きを達成し、ソネが対象として登場することなく、当軍勝利へと導いた。この時、ソネは上長の背中が痛くなるほど叩いて、喜びを表現したという。日本代表として出場した年の世界選手権大会では、 準優勝、その後前日本選手権大会を、当時史上最多となる3度制覇、1960年、1961年、1964年、チーノ熊井紗夫と共に、日本柔道界のトップ選手とて君臨し、新著時代と呼ばれた。井ノ熊井紗夫と神長は、私生活でも仲が良く、神さん、熊さんと呼び合う間柄でゴルフなども一緒に、楽しんでいた。 柔道が初めて採用された1964年の東京オリンピックで日本中の期待を背負い無差別級で出場することとなるが直前に左膝のじん帯を断裂してしまう。10月23日の無差別級の試合当日は周囲にこの事実を隠して出場するも決勝戦で体格ではるかに上回るオランダのアントン・ヘイシンク、髪長の身長179センチメートル、 体重1 0 2ラムに対し、ヘイシンクは身長1 9 6トル、体重1 2 0ラムと対戦、試合開始から8分過ぎに、上永はヘイシンクに大内刈りから体落ちを仕掛けるもヘイシンクには座を潰され、逆に今朝方で抑え込まれて一本負けを騎士準優勝に終わってしまった。同オリンピックでは、軽量級の中谷岳志 A、中量級の家の伊佐を、 重量級の井の熊伊が金メダルを獲得したが、メディアからは平身区に敗北を喫したことで、日本柔道の敗北ゆ批判が日本柔道界と上長に対し浴びせられた。上長が平身区に敗れたその夜、新日鉄の同僚、正確には上司の佐々木たちが上長の家を訪ね酒を進めた。上長はイルスを使うことなく部屋へ招き入れ、 ただ一言、平心苦は強かったです、と、素直に認め、それ以上は語らず、悔し涙を流すこともなかったという。その翌日、上長は、何事もなかったように定時に出社し、仕事を始めていた。上長の人となりを表すエピソードとして知られている。上長は常々、柔道だけではなく社会人としても真っ当に生きたい、という考えを有していた。翌百六十五年。 網膜剥離のため現役を引退した。1968年、ソネ工事の後を継ぐ形で、母校、明治大学の柔道部監督に就任。初試合で出身負けをする当時無名の上村春樹に才能を見出し、4年間の学生生活で全日本学生チャンピオンにまで育て上げ、また全日本の強化コーチとしても、スータの世界チャンピオンを輩出したが、 全日本代表監督として参加した1972年のミュンヘンオリンピックで教え子の篠の巻正人氏が惨敗すると明治大学の監督を辞し、柔道の関係者としては一時的に離れてサラリーマン生活に入るが実際は柔道関係者との関係は続いていた。辞任の際、教え子には一人ずつ就職先を考えて見つけ出すなど面倒見の良さはよく知られたところである。 また全日本学生柔道連盟と全日本柔道連盟との紛争を経て両連盟が統合される際には神長の人柄が統合に大きな役目を果たした。その後1976年のモントリオールオリンピックで神長の教え子の上村が無差別級の金メダルを獲得し指定二人三脚で目指したの念願の世界一の座を奪還した。なお、 この柔道世界一の座をかけた戦いの物語は NHK のドキュメンタリー番組プロジェクト X 挑戦者たちにて紹介されている。1988年に全日本柔道連盟の初代戦無理事を任ぜられ、また上村の要請を受けて日本代表の総監督に就任してバルセロナオリンピックで吉田秀彦や小賀敏彦を金メダルに導いた。しかし神永は 翌1993年3月に直腸癌のため56歳で死去。生前の柔道界への多大な貢献を称え、行動会より3月25日付で球団位を追贈され、日本国政府は4月30日に組四等随法省の歌詞を閣議決定した。また1994年には日曜随筆者より上長昭夫の思い出が、 翌1995年には、全日本実業柔道連盟より、上長昭夫の奇跡から頑張れ柔道日本が、それぞれ発刊され、国際化の波に揉まれる、当時の日本柔道界を支えた、上長の経歴や功績が紹介されている。上長は、明治大学 OB であるため、小川直や吉田秀彦など後輩を可愛がった。吉田については、どうだ吉田。 という独特の迫力ある声で語りかけたという。オリンピック直前には吉田にとっては上長が、いつもとは違って、神経質なくらいに色々とアドバイスしたという。オリンピックで吉田が無事優勝した時は、満面の笑みを見せた。また、明治大学が学生大会で優勝した時、吉田が、選手だけでなく、部員全員で旅行を。と神長に頼んだ時、神長は、よし。 と一言だけ答えて、スポンサーを集めて本当に実現した。しかし、明治大学でなくとも広く行進の柔道家たちを、可愛がり、例えば、東海大学の山下康弘にも、飛行機の中で初対面にもかかわらずいきなりウイスキーを、勧めたりする、ざっくばらんな一面も。神長はウイスキーが好きで、気に入った人物には酒を勧めるのが彼にとって、最高のもてなしであった。 神永が明治大学の柔道部を辞めるとき、居酒屋で飲み、教え子一人数とに就職先を見つけて告げた。その際、教え子がトイレのスリッパを散らかすのを神永は一つ一つきれいに並べていた。教え子のうちの何人かは神永の行動に気がつく。神永の人となりが知られるエピソードである。神永は柔道が強ければそれがすべてだ、とは考えていなかった。 同じ明治大学の後輩の坂口誠二が一時プロレスに進み、柔道の世界から見て一種の裏切り行為と当時は、されていたまた数年した後、明治大学同窓会に坂口が戻ってきた時には、おお!」と聞くに声をかけ、温かく受け入れたという坂口は、上長の優しさが心に染みた、と回想している。上村は心底から上長を慕っていた。 神長が、癌の末期状態で見舞った際、これが俺の遺言だと思って聞けという神長の言葉は、神長と上村の指定関係の深さを示すものと思われる。神長は手取り足取り教えるタイプではなく、基本を教えるがそこから先は、自分で考えなさいというやり方を上村に示していた。上村はその教えを理解し、自分で考えることの尊さを神長から学んだ。 教え子の一人、同じ新日鉄社員が病を患い、投石を受けるようになると、その人物のことを特に心配した。俺に、葬式の漢字をやらせるなよという、彼らしい配慮の言葉で気にかけ、出張の際には、和元気かと、周りの社員に聞いていたという。仙台にいる両親、兄弟を大切にし、両親には、 時効の挨拶をはじめとする礼儀正しい手紙を定期的に送っていたようである。両親からいただいた立派な体をはじめとする、両親に感謝の意を尽くした紙、湾岸戦争に対する憤りを表した手紙などは、数多く存在する NHK の番組で一部紹介されたが、現在は、兄弟が保存しているとされる。神長は女性に対しては、度とも言える遠慮し、 某女性国会議員との同席では、ほとんど口をきかず黙っていたという。これは、神長の女性嫌いに発するものではなく、彼独特のマナーあるいは礼儀によるものではないかと、推察される。神長は、夫人との間に一難かずめを設けたが、多忙のため家族で遊んでいる姿はほとんど近所でも見られなかったと言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。